前回のあったすじ。横浜市民の阿呆男子高校生3人、宇都市の相模のとその同級生、家康と TY が、新潟県上越市について観光を始めるところからスタート。お城好きの家康くん大興奮、高田城を見学し、特鉄に乗車。雪月花を見ながらご当地名物、直江津そばをいただき、信越線でさらに新潟を北上、そこから乗り換えて上越線で小千谷に。この日は熱気球の祭りがあるので、会場に向かうも強風で、ただの名称詐欺祭りに。仕方ないので、小千谷名物錦鯉がありえへんほど、泳いでる錦鯉の里で、錦鯉に餌をやり、接近メロディーを送ったり、盗撮したりして、新潟県の大都会、新潟駅で下車。パートには、新潟駅で終了となりました。というわけで今回は、新潟駅より、磐越西線を使って、福島県会津地方へ移動。喜多方や会津若松などを経由して、日本で4番目に広い湖、猪苗代湖畔にある猪苗代を目指します。というわけでパート3では、旅の実況、解説をマリサがお送りしていくぜ。よろしくな。今いるのは新潟県の大都会、新潟市にある新潟駅。もちろん今回も鉄道を使っていくわけだが、使う切符は今まで同様、週末バスだ。改札を通っていくぜ。まず最初に乗るのが、磐越西線に直通する信越線の快速阿賀の、会津若松駅。これ一本で会津の中心都市、会津若松まで行けてしまう。なお隣に表示されている特急稲子1号、本来は行き先があった駅だが、強風のため、上越線の坂田から阿賀が運転見合わせになったので、坂田駅になってしまった。雲行きが怪しいのぜ。快速、阿賀野は新潟駅の地上ホームから発車するようだ。在来線ホームはほとんどが高架線に移動してしまったので寂しい。お二人とも本日はよろしくお願いいたします。はい。はい。まず最初は、ここ今いる新潟駅から、北方駅まで行きます。北方駅は福島県にあります。まあ、ここから越後からね、会津地方に入るわけです。で最初乗る電車は今、右側に止まってますね。駅波110系の、磐越西線の快速阿賀野です。で、これ、まあ、北方まで2時間なんで、これね、行きましょうか。9番線に快速幕を掲げて停車しているこの列車こそが、本日最初に乗車する快速阿賀野。車両は、キハ110系3両編成です。ちょうど、新津からの新越線新潟駅 P129 系が、お隣8番線に到着しました。それでは、キハ110型の車内を見ていきましょう。まず、座席配置などはどれも変わりませんが、号車ごとに座席の色が違いますね。1、3号車は赤い座席。2号車は灰色の座席でした。なお、ボックスは進行方向左側が2人掛け、右側が4人掛けとなっています。というわけで8時25分、帝国通り新潟駅を発車。ディーゼル車なので、はっきり言って加速が遅い。進行方向すぐ右では、新しい高架線がずらり。今いた8、9番線も時期に高架になるのだろうか。あ、すぐ動いた。新潟駅を出てすぐに、会津若松始発の普通、新潟駅、キハ110型とすれ違い。新潟駅を出てしばらくは、住宅街を走っていきます。快速阿賀野は全区間を通して、快速運転をします。最初の通過駅、越後石山駅を通過。亀田駅を通過したあたりで、田園風景に。前日とは違い、青空が見渡せます。駅に近いと、建物が多くなってきます。さつきの駅を通過。新津駅直前で、車両基地である新津ウニンクを通過。磐越西線の新型の GV T400 系や、キハ40型が止まっていますね。そして最初の停車駅、新津に到着。対向に特急白雪の E653 系が止まっていますね。この駅から磐越西線に入っていきます。磐越西線は、この先北方までは単線非電化。まさにローカル線と言える区間だ。DY 君は横になって熟睡中。彼が溜まっているようだ。最初の通過駅、北新津駅を通過。ローカル線とは言っても、この辺であれば新潟駅まで30分で行けるので本数が多い。しばらく田園地帯を行く。新潟駅から30分弱、磐越西線に入って最初の停車駅、御殿に到着。新津あたりまで晴れていたのに、急に天気が悪くなってきた。磐越西線内は70キロから90キロほどで走行。次第に新潟と福島を隔てる山が近づいてきた。馬卸駅に到着。この駅から新潟方面は約1時間駅に列車があるが、ここから福島方面はさらに少なくなる。新潟平野にある最後の駅だ。馬卸駅を出ると、大きな川が近づいてくる。阿賀野川だ。ここから磐越西線はしばらく阿賀野川沿いを走っていく。
東間駅を通過。ここで対向の普通に1駅とすれ違い。ここで時刻表を確認すると、本来この列車とは先ほどの間卸駅ですれ違う予定だった。対向の新津駅が遅れているようだ。三河駅を過ぎて、阿賀野川が進行方向右側に見えるように、川の水量が多い気がしますが、どうなのでしょうか。新潟駅から1時間40分、津川駅に到着。ここで新型の GVE400系普通に津駅とすれ違い、ここから県境を越えて最初の町、野沢駅まで列車の本数が一気に減ります。新潟と福島の県境あたりなら雪も積もっているだろうと思っていましたが、全く積もっていませんね。そして、あの瀬駅から徳川駅間となりますが、ただいま上空のため、運転を見合わせることができておいたしました。ただいま。まさか自分たちの列車が遅れることなんてないと思っていましたが、ついに強風で鹿瀬駅にて運転見合わせ。旅の途中でこれはかなりきつい。幸い5分で運転再開してくれたが、車掌からまさかの宣告が。ただいま鹿瀬駅から徳川駅間は、強風のため、速度を落としての運転再開となっております。鹿瀬駅、これが見込まれます。ノロノロ運転宣告。再開したのはいいものの、強風による影響を受けないように減速で運転再開となった。見てください、この速度。ランニングとほぼ同じではないですか。こんなスピードだとどんだけ遅れが出ることやら。でも安全第一ですし、運転士さんもわざとこんなスピードを出しているわけではありませんから、致し方ありません。ただ遅れで観光の時間が減っていく以外にも辛い点がもう一つ。県境の山越え区間なので電波が届かないのだ。Google のオフライン時にできるミニゲームをしていました。もちろん駅の通過ものんびり。先ほど停車した鹿瀬駅からなんと15分もかけて秀谷駅を通過。なお鹿瀬駅から次の停車駅となる野沢駅まではもともと25分止まらずに走り続けるというなかなかな区間。今まさにその区間を走行しているわけだが、一体何分走り続けることになるのか。はい、というわけで今通過している駅がね、バイス先生豊見駅なんですけれども、この快速列車29分も遅れというふうなことになっています。きついっすねちょっと北方でね、あの北方ラーメンとか食べようかなというふうに思ってたんですけど、ちょっと厳しいかなというふうに感じられるようなっていうか、徳沢駅直前で阿賀野川を渡るとついに福島県に会津地方に入りました。そして遅れが30分を超えて徳沢駅に侵入。通過駅ですが停車しそうな速度ですね。対向にキハ40型の普通新津駅が停車中。この快速阿賀野のすれ違い待ちで30分は徳沢駅に止まっていることに、停車し続ける方が辛いでしょう。徳沢駅を出て減速走行が解消。今まで通りの走りとなりました。やはりこの速度が一番。列車の揺れが眠気を誘います。寝ませんけど。そして10時40分、39分の遅れをもって福島県最初の停車駅、野沢に到着。前の停車駅である鹿瀬を出発したのが9時41分だったので、ここまでほぼ1時間ノンストップで走り続けたことに。速そうに聞こえますが、移動距離は平常時より減っています。てか、雪が少しありますね。というか、雪降っていますね。ようやく旅を始めて初めて天気が雪となりました。野沢駅を40分遅れて発車。しばらく走ると山が遠ざかり開けてきます。これが会津平野です。晴れてきましたね。日が差してきました。そして河川が見えました。40分遅れて北方駅に到着です。新潟駅で北方を訪れると言いましたが、列車の遅れのためスルーすることにしました。残念ですが、またの機会に絶対訪れます。ここから磐越西線の終点の郡山まで電化されます。
して、新潟駅から本来は約2時間20分のところを、3時間ちょっとでこの列車の終点、会津若松駅に到着。会津地方の中心都市です。磐越西線の他に只見線と会津鉄道の列車が乗り入れます。運転士さんが到着後、すぐに交代します。快速矢田の会津若松到着後、折り返し快速矢田の新潟駅として折り返していきますが、本来会津若松ではその発車まで20分停車時間があります。ただ、遅れているのでもうすぐ発車となるようです。実に3分、たったの3分で新潟方面へ折り返していきました。このキハ110は会津若松で停車時間が確保できなくなったため、ほぼ休憩なしで5時間走り続けることになりそうです。お疲れ様です。時間的にお昼ご飯の時間なので、駅を出て折り手を探すことに。なお、このまま猪苗代駅へ向かうことになりますが、次の猪苗代方面の列車の発車までもう15分ほどしかありません。そう、結局ね、喜多方ラーメンは喜多方駅で食べる予定だったんだけど、結局、ちょっと時間ね、あの電車40分遅れちゃったから、喜多方寄る時間なくなったので、会津若松で喜多方ラーメン食べることにしました。会津若松すぐ横にあるこちらの丸高食堂ってところで、ラーメン、喜多方ラーメン食べていこうと思います。喜多方の街で喜多方ラーメンを食べれなかった分、ここで喜多方ラーメンをなんとかいただけてよかったです。3人で喜多方ラーメンをいただきました。それでとりあえずラーメンとミニアイスソースカツ丼っていうやつをね、約8分で食べきりました。で、電車あと2分なんで、もう早歩きしないと間に合わないんで、もうとりあえずねこの後会津若松行くんでね、駿河城とかパート4で出てくるので、そちらの方見てください。喜多方ラーメン初めて食ったけどね、うまかったね。初めてわお大丈夫だよな、まだ止まってますね。はい、11時58分の普通列車の郡山駅、こちらで30分で猪苗代駅に到着。そこまで行きましょう。今57分かな。2両編成。はい、こちら乗っていきます。仙台とかね、でね、よく見る車両ですね。E721系、こちらに乗っていきましょう。本日最後の列車、磐越西線普通郡山駅 E721系だ。はい、じゃあ乗っていきましょう。ご注意ください。というわけで、帝国通り11時58分、普通郡山駅が発車。ここから東にある猪苗代駅を目指していきます。30分の乗車となります。この電車は、磐越西線、普通郡山駅、ワンモーカーです。車内はボックスシート。ギリギリでの乗車だったので、座れませんでした。磐越西線は会津若松駅をスイッチバックで乗り入れているので、新潟方面としばらくして分岐します。会津若松の隣の広田で対向の快速会津若松駅とすれ違い、4両編成なのが羨ましい。なお、ここからだんだんと標高が上がっていく。次第に雪が強まって、積もってきた。線路にも雪が積もってきた。磐梯町駅に到着。今回は天気の変化が激しい気がする。いつの間にかあたりは一面銀世界に。磐梯町駅と沖縄島駅の間にはここ、嵐島信号灯があります。今も一部列車がここで、すれ違いを行っているようです。正面に見える山、磐梯山の麓にある高原の駅、猪苗代に到着。パート3の目的地です。千円札でおなじみ、野口英世生誕の地でもあります。10分反対側の対向電車がね、遅れてるみたいなんで、残念ながらホームで、電車を左折することはできません。なので、まあ、この電車を見送ることはできないんですけれども、ホームにじゃあ向かっていきましょう。ホームじゃない、これからね、猪苗代湖の方に向かうんで、はい、バス乗り場の方に向かっていきましょう。雪すごいですね。ここ猪苗代駅では、先ほどの電車に多くの観光客が乗り降りしていました。猪苗代は湖あり山あり歴史ありの、まさに絶好な観光地なのです。
というわけでパート3は終わり。次回は猪苗代駅から猪苗代湖の遊覧船に乗車したり、会津若松で鶴ヶ城を見学したりします。最後までのご視聴ありがとうございました。パート4もお楽しみに。